はい、これでいいかに。もういいかになって。はい、まだかに。はい、戻してまいります。すいません、こちらの方に、はい、まだかにって。に。二階堂さん、ツボに入っちゃった。はい、ではもう一度センター真ん中の1列目のこちらに目線いただいて、はい、お願いします。あ、ごめんなさい、はい、私も映ってるんですかこれ。あ、そうなんですか。まずは知事、このようなディスるような作品を作って誠に申し訳がございませんでした。なんか変な感じ。クイーンを超えるのはこれしかないなと思ってます。ですのできっとキングになるのはこの番映画なんだなという気がしてますので、特に埼玉の方はできたら東京に行ってみてほしいですね。東京に行って映画館で見ていただいて、さあ東京の方がどういうとこで笑うのかをちゃんと見ていただきたい。そして東京の方々は埼玉に来て見ていただきたくて、その埼玉の空気を触れながら見ていただくとより楽しい、よりそのディスるならその土地で見て笑うというのを楽しんでいただきたいなと思ってます。最終的なテーマは郷土愛であったりとか、自分のアイデンティティとはみたいなものをこう感じられるような映画にはなってると思うんですけれども、こう最初のやっぱ前半 2,30 分はなかなかこう埼玉の方々にとってはあの辛いシーンもあるかと思うんですけれども、でもそれを超えて素晴らしいエンターテインメントになってますので、ぜひあのそういったところも楽しんでいただけたらなと思いまして制作させていただきました。はい、例えば茨城をいじめたりね、青森をいじめたりするのはなかなか困難なんですね。埼玉は結構強いんですよ。分かります。例えばね、サッカーの代表戦どこでやってますってこう言うとね、埼玉スタジアムですねと。世界のアーティストは日本で公演するときどこでやりたがってるか知ってます？スーパーアリーナですねと。まあたまたま歌わなかったケンジという人もいますけども。そういうこう余裕がある埼玉県なんで、少しこう冷やかされてもあそうっていう感じで緩やかに受け止められるんです。これ茨城なんかいじめてたらね、怒るよ多分。青森いじめても。知事の今の言葉、茨城ディスってます。あ、そうか。あ、そうか、そうか。怒られちゃうんです。はい。まあ、これはですね、はい、宗像志功さんがですね、うまい、うますぎると言った十万石という饅頭です。はい、行田です。あの利口で有名な、はい、はい。それから、これは飛んで埼玉です、はい、の入れ物の中に込んだ陸王の時もそうだったんですが、箱まで作っていただいております。それから、ご存知、はい、非常にあの持ちのいい、少し持ち帰ってもですね、慌てて食べなくても済む草加せんべいでございます。ぜひ召し上がってください。ありがとうございます。まずこの映画とかなんかいろいろ PR でこれから行って、埼玉の方が怒るようじゃ埼玉の人じゃないと思いますね。僕は本当に埼玉の県人なので、これを見て笑ってよくぞやってくれたっていうぐらいな気持ちがないと埼玉の恥ずかしさになりますので、皆さんこれは完全に自分たちも認めて笑えるぐらいのパワーで、だから思いっきりやってきてください。その土地土地に住んでいる埼玉の人たちがよくやってくれたってきっとそう言うと思いますので、ぜひぜひよろしくお願いします。はい、頑張ります。私も本当にこの映画に携わらせていただいて、埼玉の魅力をたくさん教えていただいたので、そういったところもどんどん広めていけたらなというふうに思います。なので公開までの間よろしくお願いいたします。はい、では質問以上になります。はい、あ、最後に、はい、その気持ち分かるんですけど、一応この映画あった方がいいと思います。皆さん本当にディスってすいませんでした。